はい、どうもこんにちは、明神です。今日なんですけど、まずはね、夏休み入る前からリクエストであったねんけど、このラーメン活動、今年の1月から始めて、まあ7ヶ月ぐらい続けてるんですけど、自分が思う、美味しかったラーメン屋ランキングを作ってくださいっていう、まあリクエストがあったんですね。ランキングでもちょっとやっていこうかなと思います。で、ランキングどこまで出そうか悩んだねんけど、まあトップ3にします。ちょっとトップ5は多いかなと思ったんでね、僕が思う美味しかったラーメン屋トップ3を今から発表していきたいと思います。ではまず第3位からこちらです。第3位は、カオルちゃんラーメンですね。これは西脇に行った時のラーメン屋ですね。で、何回も言ってますけど、僕播州ラーメン大好きなんで、カオルちゃんラーメンにするか、その前に行ってる大橋ラーメン、両方3位でもいいと思うんですけど、まあ一応ね、同率はやめようかなと思って悩んだ結果、カオルちゃんラーメンを第3位にしました。まあやっぱ播州ラーメンね、独特の甘みのあるスープ、あれがやっぱ美味しかったですね。うん。まあ大好きな播州ラーメン、まあカオルちゃんラーメンが第3位でした。続いては第2位です。第2位はね、去年のクリスマスかな、西宮に行った、これが好きだからです。まあこれはね、ラーメン活動する前の話なんですけどね、これが好きだから、これも確かね、生徒さんに教えてもらったラーメン屋でして、まあ、二郎系ラーメンです。二郎系ラーメン、これ確か久しぶりに食べに行った時なんですよね。まあめちゃくちゃうまかったですね。この僕は確かね、平日のお昼の2時ぐらいに行ったんで、あんまり並ばずになんとか入れたんですけど、やっぱね、いろんな人から話聞いたら、もう休日とか土日とかね、すごい行列が並んでるみたいなんで、もう1時間近く待たされるみたいなんですよ。めちゃくちゃ人気のあるラーメン屋みたいで、だからいろんなところにね、展開しているみたいなんですよ。まあ、僕が美味しいと思ったラーメン屋第2位は、これが好きだからでした。続いては、1番ですね。ランキング1位はこちらです。ランキング1位はまた二郎系ラーメンですが、歴史を刻めです。まあ、歴史を刻めね、これもかなり有名なお店ですよね。関西やったかな、関西を中心に大阪にもあったんは知ってるんですけどね。これまあ動画見てもらったらわかりますけどね、最初は美味しかったんですよ。で、僕今回ね、この時調子乗って大を頼んだんですね。いつも並頼んだら余裕で食べきれたんで、この時はね、調子乗ってラーメン大を頼んでチーズトッピングをしました。じゃ、思いのほかね、後半めちゃくちゃ重たくて食べきれんようになったんですよね。まあなんとかね、頑張って最後まで食べきったんですが、うん。後半まあ苦しい思いをしたラーメン屋ということでした。でも味自体はね、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。前半の時はね、ほんま感動した。ここもね、すごい人気のあるラーメン屋で、この時は確か土曜日の夜行ったんですよ。案の定ね、40分ぐらい待ちました。もうごっつい並んどったね。なかなか店入れんかったしね。確かこの時、2月ですね。2月に行ってきたんで、まあ、めちゃくちゃ寒かったんだけどね。寒い中40分待ち。でもね、もう一回行きたいなと思うね。確かにここめっちゃ美味しかったんですよ。なんかやっぱ人気のあるラーメン店なんで、再生数もね、僕の中ではナンバーワンの2196回再生されています。まあ、やっぱね、僕のレベルでもこんだけ2000以上再生されるレベルなんで、でも次回はちゃんと、波にしときます。はい。はい、以上が、僕が美味しいと思ったラーメン屋トップ3でした。まあ、ちょっとね、こんなランキング形式やるの初めてだったんで、ちょっとかなりグダグダになってしまったんですけれど、次は冬ぐらいかな、年末ぐらいにもう一回やってみようかなと思います。はい。ランキング形式やってみて、次回もまあね、
やってみようと思うんだけど、1学期の間近所のラーメン屋ね、特に小野市と、三木市かな、明石とほとんど行ってしまったんでね、ちょっと足伸ばさないとね、神戸とか もっと言うたら尼崎まで行ってもええぐらいかなと思うんですけど、はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。ではさよなら、バイバイ。